じゃあよろしくお願いします。ちょっと簡単にちょっとお話だけ聞かせていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕ちょっと率直に先生が久しぶりにこう格闘技の表の舞台に戻ってこられたというかこう出てこられてすごく感動したんですよ。表の舞台出てないんでまだ。いや、あのライジンのこう太陽選手に見に行かれたじゃないですか。あれも会場には行くつもりなかったんですけど来いって言われて。いや、すげえそれ感動しちゃいまして。ありがとうございます。それちょっと先生今 の, そのライジンを見られて、はい、こうどういう感想でした。ライジンはやっぱり自分が総合格闘技作った時の技術から比べたらかなり進んでて、基本的なことは進んでないんですね。低重心アップライトとか、はい、基本的なことは進んでないけど、その選手の層っていうのか強さっていうのは金谷原さんをはじめ強くなってきてるんで、それは頼もしいなと思いますね。先生からこう見て、先生がこう総合格闘技作られたじゃないですか、はい、先生が作られたこう未来のビジョンと今のこう日本の格闘技の先生が見られたライジンっていうのをこう思い描いたビジョンって違いますか。いや、全く変わらないです。変わらないですか。はい、素晴らしいです。はい、すごくそう言っていただいて、ね、素晴らしいですね。先生がこう、先生もずっと総合格闘技追求されて技術も、はい、僕もずっと指導していただいて、はい、先生昔のこう技術はありながらも今のこう先端の最先端の技術も先生は取り入れて、はい、こういろいろ指導されてるじゃないですか、はい、そうやっぱ先生も格闘技を見るのはやっぱ好きなんですか。技術の追求として。技術の追求はもう何年も前に終わったつもりなんですけど、こうやってサラの道場を 作ってもらって無理やり引っ張られて練習やる分にはやっぱり最先端技術、最近ですね、また総合見てる。あ、どうですか。いや、想像通りというか、あの山の頂点に向かっていくのって言いますよね、頂点を見たいんですよね。その割にはもう今もう8合目まで来てるなっていう感想がありますね。その頂点っていうのは技術としてですか。はい、技術として。技術としてですか。はい、8合目まで。8合目まだすごい成長出てくると思うんで、まだ例えばまだいろんな技術が発達すると思うんですけど、それを金原さんにかけてもいいし。いやいや、僕も先生に、僕も本当に先ほどちょっとインタビューさせてもらったんですけど、先生にしか打撃を習ったことがないんですよ。あ、そうですか。はい、本当です。あの、はい、その割にはすごいな。で、先生に教えていただいた、まず僕の師匠が先生 の, あのお弟子さんの方なんですよ、はいはい、伊藤慎一さんって方なんですけども、はい、その慎一さん、伊藤慎一さんが昔シューティングで試合してた映像があって、それを先生が解説してるのを見たんですよ、すごく感動ものがあって、なんかそうですか、めちゃめちゃ、いや歴史ってやっぱすごいなっていうのを思って、僕が感激してるのは久々に総合格闘技見てみんながちゃんとやってくれてるってことですね。でその昔はレベルはやっぱみんな素人なんでなかなかですけど、だんだんそれがレベル通り上がってきたなっていうのが。先生から見てもやっぱレベルはどんどんこう向上してる。上がってます、上がってます、はい、8号目までですね。8号目まで今来てます。あと2号は早く見てみたいです。金原さんなんてぐらいが一番いいですか。ぜひ僕も先生に教えていただいて、今日もずっと教えていただいて、でいただいたことをもうちょっと練習してまたやりたいなと。抜群の素質ですね。いえいえいえ。じゃ今その日本人の、はい、日本で強い方がたくさんいるんですけども、はい、世界最高峰の UFC にこう、チャンピオンになるために、こう世界に勝つためにはこう先生から見て何が足りないですか。やはり技術力と身体能力でしょうね。身体能力、彼らは一生懸命やってるんで、それに負けないぐらい身体能力をやらなきゃいけないと思います。こうフィジカルとか、そうですね、あとテクニックもボクシングの国ですから、ボクシングもしっかりしてるし、そのボクシングの技術に負けないような総合用のボクシングってあるじゃないですか、はい、総合用のタックルもあるじゃないですか、はい、今日やってもらったように総合用のキックもあるじゃないですか、そういうのをしっかり研究してフィジカルもやっていくと、それらを抜くことによって彼らを抜くことができるんですね。日本人の可能性はありますか。絶対あります。そう言っていただけるとみんなめっちゃ未来がなんか、アメリカ人とかロシア人とかで勝てないみたいな
イメージがやっぱ日本人であるんですけど、そんなことないですか？いや、それは出てくると思いますよ。いきますか。あの、今言ったようにフィジカル面の強さ、あと技術もしっかりした技術、それさえあれば勝てると思います。めちゃめちゃありがたい言葉いただきました。じゃあ、ちょっと先生、こう道場でこう指導されてる生徒さんが今いっぱいいますが、はい、その生徒さんもその15号目まで、頂上まで目指していけるように先生がこれから指導していただいて、まあ、そういうことも指導しますしたいしたいですけど、他から出てもいいですね。どこの道場から出てもどの選手が出てもいいですけど、15号目を早く見たいですね。ちょっと個人的に最後の質問、はい、いいですか、はい、技術、体力、心技体ってあるじゃないですか、はいはい、その中で一番大事な、先生が一番大事にされてる部分ってやっぱ精神面でしょうね。やっぱり強くなる選手っていうのは、なんていうんですかね、覗いてるんですよ。僕らの技術を他で教えてると、こうやってもう絶対じーっと見て覗いてるんですよね。そういう貪欲力っていうんですか、やっぱそれがある選手が強くなっていきますよね。精神力なんですね。なるほど、ね、すごく勉強。金原さんも精神力強いですからね。それはもうちゃんと備わってますから大丈夫ですよ。ありがとうございます。先生、そうしていただけると本当に嬉しいです。ちょっとまたちょっと指導していただきたい。また来て練習を教えてあげてください。いや、もう僕が教えていただきたいです。先生によろしくお願いします。すいません、今日はちょっとお忙しいところありがとうございました。またお邪魔させていただきます。毎日来てください。じゃあ、すいません、ありがとう、貴重な時間、嬉しいです、ありがとうございました。ありがとうございます。